皆様ごきげんよう、ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、源氏物語を読もうとして放置中の相川です。今年は9月に出されました、国土社の人物で探る日本の古典文学、清少納言と紫式部を紹介いたします。早速この本を担当した岡田に、お話を聞いていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。この本は、これはですね、児童書物と出版されている国土社さんと一緒に小学生に日本の物語とか作品を読んでもらいたいねっていうところから始まったものですね。名前は有名でも知らなかったりしますよね。あ、そうそう。とかで習ったら先に知っていた方がみたいな。あとはなんか読んでみると、はい、結構面白かったりとか、何でしょう、教科書に載っているのは本当一部で、まあ、これも一部なんですけど、もうちょっと多く、あとはどういう時代背景があって、これが書かれたかとかっていうところも書いているので、理解しやすいかなと思います。背景知ってたらもっと面白くなる。苦労したところはどうですか？人物でタグルっていうところで、清少納言と紫式部なんですけど、同じように古典で面白い物語だったりとか随筆とか日記を紹介したいというので、私の先生と話したんですが、すごい作品がいっぱいあって、日本ってだからページ数が限られているので、どれも小学生が読むと面白がってくれるだろうっていうのも、作品の絞り込みだったり、あとはその作品も全部は載せられないので、どの部分だったら読んでて楽しいかなっていうのを決めるのが大変でした。そうですね、ものすごく長いですね。一つ一つが長いし、いっぱいあるから、どこやったら、最後におすすめしたいかもしれないですか？ですね、今見ていただいたように漫画だったりとか、あと画像もなんですけど、イラストもたくさん入って、あと全部ソウル字なので、原文もですね、読める。その原文って結構難しかったりとかして、跳躍っていう形で出版されてたりもするんですけど、原文の面白さとか、言葉の流れとか、なんかリズムとかが面白かったりするので、そういうのを実際口に出して、本に出して読んでもらえたらいいなと思います。意味わかんなくて、読んだら綺麗な流れみたいな。そうなんだ。ルビーが大事で、これも全部読む。ありがとうございます。とこちらの作者上に出された人物で探る日本の古典文学、清少納言と紫式部は、Amazon にてお持ち帰りになります。また全国の図書館向けに販売予定です。もし図書館に置いてない場合は図書館の人に置いてほしいと思いますので、はい、以上でナイスク新刊紹介を終わります。